眼科医の平松です。今日はちょっといただいた質問からで、医者が何か話してるときに何を根拠にそれ言ってんのって思うときがあると。で、それをどうやって聞いたらいいかなっていうふうな質問です。直に例えばあなたは手術をした方がいいと思いますとかって言われたときに、なんでそう思うんだって思うじゃないですか。例えばがんとかだったら分かりますよ、ステージいくつの同等で一般的にあのガイドラインが決まってんだろうなって。でも例えば緑内障手術した方がいいとか白内障手術した方がいいとか網膜剥離手術した方がいいって言った時、何根拠にそれ言ってんのって思った時、もし患者さんが何を根拠にそんなこと言ってるんですかっていうと、なんかこれ明らかに喧嘩腰なんですよね。つまり何を根拠にそれを言ってるんだっていう言い方はどちらかっていうと、なんかそれ間違ってるだろうっていう意味を含んじゃってるんで、あんまりその聞き方は良くないと思いますよね。もし聞くんだったら、それは何かのエビデンスに基づいてるんですかっていうのも、まあどちらかというと喧嘩を打ってるに近くなっちゃうんで、言い方として、もし私が患者さんの立場で聞くんだったら、あ、それは先生のご経験からそうなんですかみたいな感じで聞くことが多いですかね。私もね、いろいろこう耳鼻科にかかったりとかすることもあるわけですよ。で、そういう時聞く時は、先生の経験からですかって聞くと、いや、経験とかじゃなくて、これガイドラインで決まってるんですよとかってガイドラインで決まってる場合は言われます。ガイドラインで決まってないんだけれども、自分の経験上そうした方がいいなっていう感じで決めてる先生の場合は、あ、そうですよっていうふうに答えると思います。なので、大体どっちかなんですよ。つまり論文とかデータとかがあって、一般的にこうしたらいいよってことで言ってる場合は、その根拠をきっと言ってくれます。経験からですかって、経験じゃなくて普通そうなんですよみたいな、普通そうなんですよとかっていう表現もそれに近いですよね。で、一方で、いや、経験からですって場合は、実際はそういうのは取り決めない病気もあるんですよ。例えばこの状態だったら手術をしましょうっていう取り決めがない病気があって、例えば緑内障とかですね、視野がすごい進行してたらとか、眼圧が 4,50 だったら手術しましょうとか、こんなのは当たり前なんですけども、視野の進行度がどの程度でどうだったら手術しましょうって、日本とか世界での取り決めはないんですよ。なので、いや、経験からですっていうことが多いかなと思いますね。っていうふうに、なぜっていう時は聞きたい時は、先生のご経験からそういうことなんですかねっていうふうに聞くと、なんか、あ、先生って結構経験あるんですよねっていう、なんていうか、ちょっと褒めてる感も出るのでおすすめです。今日は、もし医者が行った時、その根拠を知りたい時はどういうと聞きやすいかについてお話ししました。